ペッレグリーノ、ロッシュペッレグリーノロッシュは、イタリアの経済学者、政治家、法学者。フランスの七月王政に協力し、後にピウス九世の下で、強行領の政治を担った。ロッシュは、マッサカラーラ公国のカッラーラで生まれた。ピサ大学、ボローニャ大学で学び、1812年にボローニャ大学の法学教授となった。1815年に、 ナポリオジョワッキーの一世がナポレオン・ボナパルトのエルバ島を脱出に呼応してオーストリアと改戦した際、ロッシシはこれに参加したがトレンティーノの戦いで敗北したナポリが崩壊するとフランスへ亡命した。その後ジュネーブ大学でローマ法を教え始めて成功しジュネーブ市への帰化を認められるという栄誉を得た。1820年に関東大義士に選出され、 1832年には憲法改正案の基礎を委託された。彼が作成した、いわゆるロッシ法は、しかし、政府の多数派によって却下された。深く失望したロッシは、フランソワ・ピエール・ギオーム偽造の招きに応じて、フランスに戻った。1833年、ロッシは、前年に死去したジャンバティスト製の公認として、コレージュド・フランスの政治経済学の教授となった。 1834年にフランス市民権を得てパリ大学法学部の憲法の教授となった。1836年、モラルと政治学アカデミーのメンバーに選ばれ、1839年に貴族階級を与えられ、1843年に法学部のディーンとなった。1842年、ロッシュは後の政治経済学会につながる最初の会合の一員となった。 1845年、7月王政の指導者となっていた偽造によって、ロッシュを中京交領大使に任じられ、イエズス会に関する問題について、教皇ピウス旧世と交渉する任務に着手した。しかし1848年、2月革命で偽造政権と7月王政が倒され、さらに革命がイタリアにも波及したことで、ロッシュはフランスとの連絡を絶たれてしまった。 ローマに泊まったロッシは、ピュース9世のもとで、強硬両国家の内務大臣となり、保守的自由主義による改革の計画を立てた。これは裕福な国民に賛成権を与えるものであったが、経済的、社会的な混乱のもとではあまり反響が生まれなかった。11月15日、ロッシは、カンチェレリアグでデの議会の開会時に、階段で首を刺され殺害された。 ピュース9世も市民軍に軟禁されて24日にがえーたへ逃れ、ローマ共和国の建国が宣言された。ロッシの暗殺犯はアンジェロブルネッティの長男ルイージ・ブルネッティとされている。カルボナリのピエトロ・ステルビーニによる新聞を介した宣言に乗り、ロンバルディアでのベテラン活動家たちの協力を受けての犯行だった。元老院はロッシの死にほとんど悲しみを示さなかった。 事件の夜、群衆が、ロッシの未亡人がいる家に押しかけて、ロッシを刺した手に祝福を取れんこした。ステルビーニは1849年の、ローマ共和国で重要な役割を果たしたが、共和国が崩壊すると亡命を余儀なくされた。1854年に開かれた裁判で、ガブリエーレ・コンスタンティーニになる男が、有罪判決を受け、処刑された。カラーラ氏には、 ロッシの記念像が建てられている。ガルニエ、ヨゼフ、アコーノーミーポリティーク、ディクショナルデール、アコーノーミーポリティークコントノンエル、エクスポジションデプリンシペスデラサイエンス、エル、オピニオンデエクリーフォンクイオエヌティールプラスコントリビュー、エーサフォンダシオミ、エーセプログレ、ラビブリオグラフィージェネラルデール、アコーノーミーポリティークパールナムズデー、オターズイッパールオルドルデマティエル、 アベックでノーティスズ・バイオグラファイクス・ユヌアプリシエーションラゾニー・デ・プリンキポ・ウバレジズ AI、メリーヌ・ガンズ p 六670 2017年8月18日閲覧ダンカン・マイクザ・フライト・オブ・ザ・ポープレボリューションズ2018年2月22日閲覧ガリバルディエス・ディフェンス・オブ・ザ・ロマン・リパブリックバイジョージ・マ・コーリー・ト・レベリアンサード・エディション ロンマンズ、グリーン、アンドカンパニー、39%パーテルノステルロー、ロンドン。ありがとうございます。